あの人が向こうのあの人が切れちゃったらもうドカンドカン来るんじゃないかと思って、日本はひとたまりもないですよね。すごく毎日怖い気持ちは。大きなことにならないといいなと思ったんですけど、でもどんどん向こうは攻撃を仕掛けてきてるんで、このままどうなっちゃうのかなって心配。